でもいいやん、もうどうでもよくなってきた。クリアできればいいや、それで乗ればいいんでしょ、エヴァに。年のせいあんまり片付いてないな。片付けたら何のアニメや。すごいいいおっぱい。歯がいいよね。無邪気ですね。俺みたいじゃん。あ、銀玉や、銀玉。あー、何してんのマジで。眠たいんですよ、眠たい。頑張ってんだよ。その頑張ってるっていうのがおかしいんだよね。それがドクターマリオに現れてしまって、てめえおかしいよってドクターマリオがこう示しているんですよね。僕の行動の評価をされているゲームに。僕がゲームをしてるじゃなくて、ゲームが僕をしているのだ。なんか綺麗な模様。お、綺麗じゃないですか。なんかほら、この模様作ってるんですよ今。おお、いい感じいい感じよ。うん、そんな普通やけどいい感じ。お、聞いたことある。なんだか、いろいろ聞いたことあるんですよね。記憶が死んでるから思い出せないのかな。
踊る踊る。いいですね、なんか薬物やりながら、うん、DXM 以外のなんかそういうのを大麻とかやりながら聞いたらワウワウになれるんじゃない、おそらく。やったことないんだけど。羽生善治名人です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルホルダー同士の一戦ですけど、はい、そうですね。まああの専門家じゃないんで全然わかんないという感じなんですけど、はい、ありがとうございました。それでは棋譜読み上げのあじきさん、よろしくお願いします。振り駒の結果、先手が森内竜王に決まりました。森内竜王 VS 森内竜王、お願いします。先手森内竜王7六歩後手森内竜王3四歩。先手5三桂成。ちょっと無理っぽいところから仕掛けたなっていう印象があるんですけど、はい、後手6二銀。ただもう行かざるを得ないというものもあったんではないかな。はい、決断としては非常に良かったような、感じがありますね。はい、それではお二人の対戦成績をご覧いただきましょう。はい、全部で43局もあって、そうですね、まあ非常に、はい、拮抗してるというか、まああと大きなところでの対局分かんない、ツッコミが、ツッコミの意味がよく分かんない場合があります。拮抗している。先手6人同じく成り銀。後手6人同じく金。森内竜王、対局中の表情とかはどうですか？変わらないいつも変わらないですね。先手8六歩。後手8四歩。まあしょうがない、ね、攻め手がちょっと少ないんで、やっぱりちょっと手駒を増やさないことには仕方がないという。先手8五歩。後手8五同じく歩。あ、何が何でもここに、ああそれはそれでいいのか。でも角がこうまっすぐ行っちゃった。意地でも。あ、取るときそうやって取るもんね。後手8五同じく飛車。先手8六歩。やっぱ実践的な手ですよね。実践的な手ですよね。反則ですけど、そんなことある？後手8六同じく飛車。先手8六同じく飛車。うん、いや大変です、はい、これは、うん、うわ後手7七角成。どう
うするんでしょうか。角なるじゃない、馬が動いてるもん。先手8一飛車なる。なってないし、しかも分かんないし。森内竜王勝ちでございます。この一曲振り返っていかがでしたでしょうか。なんかシュールなんですよね、真面目さんが。あの大熱戦だったと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。羽生さんなんか勝ってもって顔するよね。その辺がすごいというか、すごいのかな、何がすごいのかも僕よくわかんないけど、なんか勝ったけど、なんで勝ったのか考えてるのかな。クイーラーディラクイーラーディラあ、眠くて気合が手に追いついてないというか、手が気合に追いついてない。明日も現場なんですよ。バカじゃない。あー、なんかこんなことばっかりしてる。こんなんじゃダメなんだよね、人生ちゃんとやらなきゃ。負けてばっかでどうする。せめてこの世界には勝たなければ。死んだわ、もういいわ、寝ます。さようなら、ありがとうございます、またね。